マカ不思議プロ野球プロ野球の世界は実際にそこでプレーしたことがなければわからないことがたくさんあります。そんなプロ野球のマカ不思議についてリスナーの方々からの疑問質問にバンドさんに解説していただくこのコーナー。バンドさん今回もズバッとお答えください。はい。えまずは神奈川県相模原市のヒースさんからいただきました。ありがとうございます。ピッチャーの牽制球について質問です。 ロッテ松永投手が日本ハム戦で二塁に牽制球を投げたところ悪送球になってセカンドランナーが生還してサヨナラ負けという後味の悪い結末となりました。えセカンドへの牽制球はキャッチャーからのサインだと聞きましたが牽制球について教えてくださいというメールです。では、バンドさんに伺う前にちょっとそのシーンをお聞きください。はい、右のバッターボックスには松本剛。7対7同点ワンアウトランナーが二塁一塁。ファイターズサヨナラのチャンス。 ワンボール投球2球目を前、二塁へ牽制球、おーっとこれは冒頭になった、そしてセンターも取れない、ボールが無情にもセンター方向を転がっている、それを見て岡、ゆっくりと今、サヨナラのホーミー。なんという幕切れ、松永、牽制球、ボートそれをカバーしたセンター、荻野、取れず横っ飛び、無情にもセンターの奥、フェンスの手前までボールが転がっていきました。 まあ、まさになんという幕切れというさよならだったんですが、8月17日、札幌ドームでの日本ハム対ロッテ戦、同点で迎えた延長11回裏日本ハムの攻撃、ロッテの松永投手が、ワンナウト一塁二塁の場面で、二塁へ検石を投げたんですが、ベースカバーに入ったショートミキ選手のグラブの先に当たって、送球の方向が変わってしまって、これでセンターの小木野隆選手も、バックアップ入ったんですが、取れず。ということはね、完全に殺しに行ってますからね。はぁ、あ。 これはサインプレイが絶対どちらからか、キャッチャーなのかセカンドなのか必ず出てます。はいはい、ショートなり。<ー>この三者から必ず出てます。出ないとセンターまで転がってセンターが追っつかんで、そのままね、フェンスまで行くようなボールを投げることはありえません。あ、そうですか。ど、どこかでサインをミュートしてますね。あえー、ラジオネームヒースさんからではね、キャッチャーからのサインだと聞きましたが、はい、と言いう、えー、ありましたが、キャッチャーだけではなくて、 内野手からのサインもも、もちろんあります。あるんですね。はい。そして、あの、内野手、まあ、キャッチャーが、あの、パッ、パッと開いたりするときあるんですよ。はいあの。普通なら、あの、まあ、簡単に言いますと、親指を、まあ、右ですからね、キャッチャーは。はい、あの、珍しい左のキャッチャーっていうのもおりましたけども、右、親指を出した場合は、ね、シュートだとか。あ<ー>それとか、あの、2本指の時には、挟んで落とすとか。はい。まあ、簡単に言うと、3本ね、一、あの、薬指、中指、薬指。 恋人出したらスライダー。スライダーは僕らの時代は恋人だけ出した。ああ、そうですか。はい。は<ー>そして、あとはね、あの、右足をポンポンと叩きアウトコースギリギリで声とか。ああ、なるほど。もっとボールだったら膝のあたりを叩けばボールでいいよって、<ー>そういうサインの仕方でしたから。はい。それを見てセカンドは守る位置を決めるわけです。ああ、キャッチャーのサインを内野手も見ている見てるんです。ああ。だからボーッと立ってるわけじゃないですよ。はい。 大抵、これから見ててください。グランド行った時に。あの、ちゃんとこう覗いてますよ。ピッチャーも覗いてますけども。<ー>やっぱり、セカンドもショートも、大体覗いてる。うん、<れ>カープの菊池選手なんてね、結構それたれ。はい、そそあのそういう点ではカープはものすごく徹底してますね。外野<ー>も全部動くじゃないですか。あ、そうですね。はい、あるいはセカンドのね、野手が出してます。あの、右のね、なんか、ふくらはぎのあたりの心理本ームの足の部分もピッピッとこう、触ったりとか。はい。 だから、ほとんどキャッチャーからは出るんですが、ピッチャーからは出るということは、あまりないですね。牽制をしたりだとかっていう時に、ピッチャー側からそんなに。その時には必ずセットポジションに入って、はい、緩いボールを投げるだけです。ああ。あ、パンとは投げるんです。あ,あの、ファーストは別ですよ。よくありますね、山なりの牽制球って,てね。そうそう。あれはね、はい、あの、自分でホームへ投げるのが嫌なんです <laughs> ああ<ー>。嫌な予感がするんです、投げる前に。はい、はい。はい そうするとまたキャッチャーが座ってサインを書いたりするじゃないですか。ええ、それはね、首振ったのに、さあセットポジションに入ろうとするときよぎるんですよ。<ー>その時は大抵ね、不安なんですよ。はい、そこからちょっとピッチャーの心理読み取れるところがあったりするんですよ、ね、そ,それをアナウンスしなさいよ、実況を。<laughs> 本当とですね。 ただただ投げましたアウトコースっ誰だって分かるんですよ、<laughs> そんなものは。<laughs> 一つ勉強になりました。って私が言っちゃいけないんですけれども。はい。<laughs> そう、そういうことが、あの、バッテリー間のあの、18メートル今日のとこでね、もう本当に一心伝心で。<ー>その時に、僕らの時には、あの、高木森道とか市枝っていうのがいました。セカンドが高木森道さん、はい。ショートが市枝周平さん。一さんそんな市枝周平というのは、はい、特にあの、三遊間から、 あの、ボールを投げるのは肩が弱いから、三遊間寄りなんです。はい、あなるほど。常に。だから、牽制に入ることはありえないんです。まず二塁には入らない。入れない。それも僕らが投げたら絶対追いつかないんです、これ。<laughs> あの、癖なんですね、あれ。瞬きするんです、はあ。ああ、目をしばたたかすかあ、と。そうすると、彼がランナーに出てると、<laughs> パチ,パチ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 してるから、あの、胸触って、左腕触って、ベルト触って、右足を触ったっていうようなサインが出るじゃないですか。はい,はい。ちょうど胸から、左腕触った時パチッと、あの、目を通してしまう。そう言ってしまうから、胸からベルト行ってるから、<laughs> これはインエンドランだと、ヒットエンドランだと間違って、勝ちるように、で、アウトになっんですよ。アウトになるんですよ。<laughs> <laughs> よらて、それで僕は彼と同期で、同い年です。だから、俺が常にベンチでリ,リーフのピッチャーでしたから、お <laughs> るときは、右手をぎゅーしてたときはサインが出てるっていう。<laughs> だから僕が出してた。ダブルサインと言いますか。ああ、そんな状態だった。それで監督のサインに反抗するっちゅって、その瞬きした時のサインが見えないんで、それでトレードに出されるんです、あれ。ああ。だから中日から途中で近鉄、バスファローっそっから阪神に行って、またね、我々と戦いながら、彼はコーチ、ヘッドコーチにまでなんですそうですよね。はい。何はの名産坊と呼ばれるようになります。ですから僕らは牽制というのは僕の時には必ず、あの、前に投げるよりは、 アウトにできるし、ね冒頭さえしなければ何の変化もないじゃないですか。はい、そうすると、誰が一番いいかって、高木森道というのが一番。名セカンド。名セカンドで。これあの、高木さんからサインを出してっていうのは、どういうタイミングで、ポンポンと叩くんです、グラブね、彼ははは。二回叩いたら来いよという。ああ、で、後ろで聞こえる聞こえる。ピッチャーズマウンドから。はい。あ<ー>。ポンポンとこういう。 ええ。はい。あいつは2回だけ叩いてこう見ております。じゃ下見てるから、ピッチャーに送ってると思わんですよ。そうですね。はい、後ろ振り向いてるわけでもないですし。はい。そしたら僕はこう構えて、そして彼は1、2、3、4で入るんです。ええ。 だから普通だったら、1、2でパンって投げるとか 1,、はい 1> 2, で、1、2、3であるじゃん。1、2、3、4って、なかなか感情しないじゃないですか。そうですね。はい、そしたら、ちょうど1、2、3で出て、4でもう一歩こう、右へちょっと、サード側へ体重が移った時に僕は投げりゃいいんです。ああ、もうランナーがもう、これだけ間があったら、いけるだろうっていうタイミングでそうそうというのと、体勢は次打たれたらもうすぐサード行こうとする時だから、もう普通にペッと投げたってもう、体勢でバックができないんです。 それで僕はそれが得意だったんです。<ー>前に投げると打たれるからね。いや、笑うな。謙遜してるんです、謙遜を。<laughs> そういうことなんですよ。<ー>一コマ彼の場合は違って。<ー>それをね、僕はセカンド、だからリリーフとしては、前に投げるよりは形勢でアウトというのが。そしたら、これがまたね、小川健太郎というのは答えたね、はい、29勝もした人ですよ。はい この人がまた牽制をしたがるんですよ。ねえ。<laughs> ああそしたらセカンドのね、ワンアウトなりの時に、ね、あれだけのいいピッチャーですから、もうホームに投げて打者ともね、勝負すりゃいいのに、うん、一応牽制したりしてみるんですよ。<ー>そりゃそうですよね。え、僕お、おい、エイジーとか言うから何ですかって、ちょっとおい、練習生ようって言って、ふわーっと言われる王貞治に投げるあの山なりのボールス、小川健太郎が一番初めですから、ね。<ー>それの練習の相手が僕でしたから。あ、そうだったんですかそうですよ。 ライトで、ボーンと、アンダースローからフワー、ふわ、えー、うん、投げてそれをさもね、他の金んが投げたとか、そんなん違う。あの人が一番初め。へ、えー、すごい人です。 だから牽制でアウトというのは貴重なことですし、すね、ランナーが離類するというか、はい、ちょっとでも離れてでも、一歩でアウト、セーフは決まるわけですから、これは大事なピッチャーの攻め方ですねそうですね、はい、ピッチャーの技術が問われるところ、はい、そしてやっぱりこう内野手との連携ですね,そうですねよく攻守という、攻める、守るんですけども、この守りの中でもやっぱり攻めてないといいすね大事なアウトを取る一つのシーンでもあります、この牽制、えー、牽制の名手え、坂東さんに伺いました。 強調してお伝えしておきます。え、<laughs> ラジオネームヒースさんいかがだったでしょうかえ、メールありがとうございました。以上、マカ不思議プロ野球のコーナーでした。